はい、どうも、ヒエレです。どうも、カイです。今日なんですけども、はい、2022年にね、ルイ・ヴィトンとナイキアフォースワンがコラボしたんですけども、はいしましたね、はい、まあ、ちょっと今後ね、コラボの方がどうなっていくのか、みたいな話がちょっと出てきてますので、今日はそのあたりをね、はい、やっていきたいなと思うんですけども、まあ、それにね、まつわるじゃないですけども、はい、ハイブランドとスニーカーのコラボでこれまでたくさん出てきてるので、ありましたね。ちょっとおさらい的に、そのあたりもちょっとチェックしていきたいなと、価格もやっぱりね、どうなっていってるのかって気になりますしね。はい。はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関する陸情報や最新のニュース情報動画でお伝えするチャンネルとなっております。チャンネル登録の画像見れない方はこの会員チャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、我々ツイッターとインスタグラムもやってますので概要欄の方にリンクの方がありますので気になる方フォローの方よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ早速なんですけども、ね、2022年にね、はい、ルイ・ヴィトンのナイキエアフォースワンのコラボがあって、まあこれ売り方も含めてねちょっとね僕らも抽選参加したりとかもしてたんですけど なかなか買えなかったありましたねですけども、はいはい、アプリダウンロードしたりはしましたもんね。そうですよね、はい、これについては2022年の7月の19日に発売されたんで、うん、今が2年以上前ですよね。そうですね、はい、なぜ2022年にこのエアフォースワンローとルイ・ヴィトンのコラボがあったかといいますと、うん、まずこのエアフォースワンローが生誕40周年にあたる年だったんですよね。あ、その記念的な意味合いもあったんですね。そうなんですよ、はい、うん、1982年にエアフォースワンロー、エアフォースっていうのが誕生したんですけど、うん、そこから40周年ということで、まあ、お祝いとしてね、ルイ・ヴィトンとのコラボが、まあ、決まって発売されたんですけど、なるほど、はい、でその時に発売されたのは旧型やったんですけど、それ以外に発売前にいろんな形がねリークで出てきてまして、うん、国内の方で一般で発売されたのは旧型で、それ以外にも、まあ、顧客であったりとか、うん、まあ、フレンズ&ファミリー的な感じで発売されたモデルもあるんですけど、うん、はい、旧型だけ発売されたモデルだけに絞って今いくらになってるのかなと思ってちょっとこれ見てもらいたいんですけど、まあ気になるところですよね。まず1足目なんですけども、はい、ルイ・ヴィトンとナイキエアフォースワンローのこのホワイトですね、はい、モノグラムがね特徴的というか、そうね、まあそれも全体的にね、はい、白で覆われているかそんなにモノグラム目立たない、まあ、ちょっと分かりにくいかなっていうような感じの1足だったんですけども、はい、なんと、こちらの今69万円ほどで取引されているということで、すごいですね。ちなみににこれ旧型発売されたうち、うん、ミッドとローが発売されたんですよね。ああ、そうですね、はい、で、うん、ミッドの形は国内で2型発売されて、フォースのローに関しては7型発売されたんですよね、うん、でミッドの値段の方が国内の定価が約45万円ぐらいで発売されて、うん、ローのタイプが約34万円台に発売されたんで、うん、今紹介しているこのホワイトのローに関しては定価34万円に対してこの値段なんで、まあ、倍以上になってますよね。ああ、そうですね。そうなんですよね。はい、はい。はい。まあ、これ買うのが難しかったんで、そもそもっていう話なんですけどね。ねうん、なんか、何時間待ちみたいな感じの表記出てましたね。そうなんですよね。画像も残ってないですけどね。はい、なんか待ち合い室でずっと待たされてるような感じだと言いますか。そんな感じだったんですよね。今、こんなことになってるんですね。はい。発売されてからね、一回だけ、直後のリユースの取引やってから、うん、僕一回も値段見てなかったんで。あ、そうですよね。あ、そうなんですよ、ね。まあもうそもそもの定価が高いから買えないよな、はい、みたいな感じになってきましたしね。まあ、そうそう、はい、うん、まあ、その50万円以上出すのちょっとしんどいっすよね。まあ、ね、ちょっとどころじゃないんですけど。うん、はい。はい、で続いてが、ホワイト&チームロイヤルブルーローですね、はい、こちらが64万円ということなんですね。はい、まあ約倍ぐらいですよね、うん、倍に近いと言いますか、はい、ちなみにね、今見てもらってるこのホワイトとブルーのカラーのモデル、うん、カラーがね反転してるモデルも存在するんですけど、旧型の中には含まれてなくて、確か顧客であったりとか、うん、まあフレンズ&ファミリーという形で確か発売されたと思うんですけど、うん、はい、はい、で続いてがホワイト、コメとレッドですね、はいはい、こちらの方が今58万円ほどということで、はい、やっぱり一番白が人気で、その次青、 そうですね、その次赤みたいな感じなんですかね、はい、ちなみにねこれ発売された時に僕らの動画で言ってたのは、このホワイト&レッドのカラー、うん、もしどれか一つ買えるとしたらどれが欲しいですかっていう話した時に、僕これやって言ってた気するんですけど、うん、あー、はい、そうやったかもしれないですね、はいはいはい、まあ、シカゴっぽいようなっていう話してたんですよね、カラーの使い方であったりとか、うん、はい、はい、で次がね僕意外やったんですけど、ホワイト&ジムグリーン、紅茶の方が70万円ということで、はい、先ほどの白よりも値段高いですね。あ、そうなんですよね、うん、はい、なんかホワイト&レッドであったりとかホワイト&ブルーの方が人気高そうかなと思うんですけど、うん、グリーンの方が、このホワイト&グリーンの方がちょっと値段ついてる感じですよね。そうですね、そうなんですよ、はい、で続いてがもっと驚きになるんですけれども、はい、なんとこのゴールドね、はい、まあ
まあ確かにこれぐらいインパクトある方がお金持っちゃ嬉しいかもしれないですけども、まあ、ね、はい、まあ、こっちのの値段がね驚き90万円ということなんですね、はい、すごいですよね、はい、まあ、今紹介させてもらったモデルと、まあ、若干違うんで見た目が。そうですね、はい、まあ、ゴールドのカラーにモノグラムが入ってるんですよね、うん、はい、まあ、確かにこれぞ感っていうのはありますよね。まあなんかほんまにハイブランドのアイテム持ってますみたいな感じに見えちゃいますよ ね。そうなんですよ、はい、今まで紹介したのは若干ちょっとやっぱスポーティーと言いますか、うん、はい、まあ、スニーカーよりかなっていう感じがするんですけど。そうですね、はい、で次もねやっぱ驚きなんですけども、ブラックですね、はい、こちらがなんと驚きの120万円と。そうなんですよね。ああ、いうことなんですね、はい、まあ、これブラックなんですけど、今まで紹介されてきてもらった、このローのタイプでいうとスエードのような素材が使われてるんですよ。あ、素材も違うんですね。あ、そうなんですよ。これ人気高かったみたいで今そんなことになってるんですね。あ、ブラックでもこんなに値段上がってるんですね。はい、で続いてが、シルバー&マルチカラーのパッチワークのようなものですね。なんかすごい光ってる部分、かかとの部分が黄色っぽいカラーのやつですね。あ、そうです、ありましたね、はい、こちらの方が98万円と、ね、あ、すごいですね、それでも、うん、はい、まあね、今まで紹介してきた中でも一番カラフルなんで、うん、まあ、技術の方でまあ人気が高いのがあるんでちょっと思いましたね。そうですね、特別感あるじゃないですか、うん、はい、はい、で続いてから、ミッドモデルの方に入って、ね、はい、ミッドタイプについてはね42万5千円ほどだったと思うんですけども、はい、定価の方が今現在どうなっているのかというところなんですけども、はい、セール&マルチカラーですね、はい、まあ、これはペイントがね派手に入ってるやつなんですけども、ね、こちらの方が92万円ということなんですね、まあ、約倍ですよね、はい、すごいっすね、うん、はい、グラフィティアートが入ってるモデルなんですけど、うん、後にオフホワイトとナイキのコラボのエアフォースでこういったデザインのものがあったんですよね。そうですね、そうなんですよ。まあ、はい、よくよく考えたらあのオフホワイトやってたのバージル・アブローっていうのをルイ・ヴィトンのねデザイナーもやってましたし、はい、まあ、ね、まあ、そのつながりでできてるんで。そうですよね、そうなんですよね、はい、で最後の一方ですよね、はい、はい、こちらがミッドの方のホワイトになるんですけども、こちらは50万円ということで、はい、こちらは結構落ち着いた値段になっちゃうんですよね。見た目もちょっと落ち着いてる感じなんで、まあそうですね、気がしますよね、まあ、こうやって見てみると、はい、やっぱりミッドよりもローの方が人気あるのかなって感じがしますよね、しますよね、はい、だいたい値段の方も定価の倍になってるのが多いんで、うん、そうなんですよね。まあまあこれまで紹介したものが、はい、まあ、あのエアホースワンローと、ルイ・ヴィトンとのコラボということだったんですけども、最近で言うとねルイ・ヴィトン他にもね、はい、ナイキ以外ともちょっとコラボしていて、あ、ね、はい、はい、あのティンバーランドともねコラボやってたんですよね、はい、そうなんですよね、うん、まあ何かだかありました、僕らの動画の方でも紹介させてもらったんですけど、うん、はい、まあ、ティンバーランドと、まあ、ルイ・ヴィトンのねコラボで発売されまして、まあ、ちなみにこのティンバーランドとルイ・ヴィトンのコラボに関しては、うん、まあ、もうバージュアブロがなくなってしまって、ルイ・ヴィトンのディレクターが、うん、じゃあね、ファレルがね、やってるんですよ、ね。ああ、そうですよね。そうなんですよ、うん。はい。で、まあね、あのスニーカーとのハイブランドのコラボってね、はい、他にもいろいろあるんですけども、まあ、有名なところでいくと、これですよね。あの、カイノゼさんも持っているあの、ね、ディオールですね、はい。はい。ディオールとエア・ジョーダン1ハイ OG とエア・ジョーダン1ロの OG のコラボなんですけど、これ当時価格28万とか29万とかそのぐらいでしたっけ、定価の25万前後やったと思うんですけど、それぐらいでしたっけ。そうなんですよね、はい、うん、今の価格知らないんですよ。1年ぐらい前に僕が最後に見た価格で言うと、うん、まあ、100万超えてましたよ。ああすごいね。そうなんです。でもなんかその後ね、なんか出るんじゃないかみたいな話、はい、ね、まことしやかに何回も出てきてるんですけども、ね、具体的な話その後全然出てこないですね。すね、うん、はい、あの僕らが過去にあった動画で、まあ、リークがね出てくるたびにこのエアディオールの続編がね、うん、まあ、こういったものになるんじゃないかっていう話をやらせてもらってたんですけど、うん、はい、ちょっとこれ見てもらうと、まずシカゴのカラーをまとったエアディオールが出るんじゃないかっていう話であったりとか、あ と、ブラックトゥーのカラーをまとってるエアディオールであったりとか、うん、あとパンダのカラーのエアディオールが出るんじゃないかって話だったんですよね、うん、でそれ以外にロイヤルのカラーをまとってるエアディオールも出るんじゃないかっていう話があったんですけど、うん、一切出なかったんですよね。これ出してほしいんですけどね、はい、まあ、次は僕が当選したいなって感じですけど、あ、そうなんですよね、またあのね場違いな雰囲気のあのディオールの店舗に僕ら2人行くっていうのもね面白いですけどね。まだ一応キム・ジョーンズがまだディオールでデザインしてるんで、うん、まあ、ナイキとのつながりはね、まああると言いますか、まあ、あの、はい、キム・ジョーンズ自体がエアジョーダン好きなんですね。エアジョーダンはそうなんです、好きなんですよね、うん、ちなみにねこのキム・ジョーンズの、まあ、当時右腕で言われた、うん、ディオールのフットウェア部門の、まあ、ディレクターのチボ・デインスっていうんですけど、はい、彼ね実はねルイ・ヴィトンにね行ってもたんですよね。あ、そうなんですか。最近ね実はディオール去って今ルイ・ヴィトンの、うん、そのフットウェアデザインの方を任されてまして、うん、まあ、彼の今インスタグラム見てもらうと、うん、大体投稿がねルイ・ヴィトンの方が多いんですよね。あ、
そうなんですか。じゃあね、ね、エアジョーダン1とルイ・ヴィトンのコラボ見たいですけどね。あ、そうなんですね、うん、はい、はい、で続いてがあのティファニーとね、ナイキはホースワンのもこの間コラボしてましたよと。そうなんです、去年の話ですね、これね、うん、はい、まあ、3月、去年のね3月7日にリリースされてたんですけども、はい、これ日本の定価4万8000円ぐらいだったんですか。あ、そんなもんでしたっけ。やったと思うんですけど、うん、はい、まあ、現在の価格というのが27万8000円ぐらいで取引されてすごいっすね、いうことで、はい、まあ大体6倍ぐらいになってるんですかね。すごいパフォーマンスですね。すごいっすよね、はい、うん、発売された最初の2日3日ぐらいのニューズの値段は20万円いってなかったような感じだと思うんですけど、それはね、数も減ってくるんで、まあ、値段の方が上がってきてるっていう感じですよね。そうですね、そうなんですよ、はい、で、まあ、プラダの方もね、はい、いろいろとスニーカーメーカーとありましたね、はい、コラボしてるんですけども、はい、アジアスのスーパースターが有名どころですよね。これちょっとだけ欲しかったんですよね、うん、はい、エイサップロッキーが確か履いてたやってる気がするんですけど、うんうん、はい、これに関しては発売されたと、これ定価がね7万2600円で発売されたんですけど、で今のニューズの値段見てみると、うん、まあ、9万円1回いかないかぐらいでしたね。まあ、だからそんなに値段めっちゃついてるわけでもないんですよね、はい、今見たらちょっといいなと思ったんで、これ、うんうん、欲しいなと思うんですけど、そうですね、まあ、10万円近く出せば買えるのかなっていう、そんな感じですかね。そうっすね、はい、あ、まあ、今アジダスというとクロットの方がナイキを去って、うん、アジダスと契約して、まあ、最近ねちょっと面白いスーパースターとか紹介されてもらってるんですけど、うん、まあ、このプラダがねスーパースターとのコラボで、まあ、シンプルな、まあね、そのままスーパースターの形にプラダって名前が入っているようなものになるんですけど、うん、はい、一応これイタリアンレザーが使われたとか、そんな話だったんですよね、確かね。あとニューバランスがね、はい、ミューミューともコラボやったりとかもしてましたよね。そうなんですよ、はい、うん、まあ、最近の僕らの動画の方で紹介されてもらってるんですけど、はい、で、まあ、ニューバランスで言うと最近、まあ、イタリアのねファブリックブランドであるロロピアーナとコラボありましたよね。ありましたね。そうなんですよ、うん、はい、まあ、そんな感じでね、はい、まあ、あのハイブランドとスニーカーっていうのは結構ねコラボ今までもしてきてるんですけども、今後の話でいくと、はい、まあ、ルイ・ヴィトンとナイキのコラボって今後どうなるのみたいな話題がちょっと出てきてるんですよね、はい、そうなんですよね、うん、はい、ホースとルイ・ヴィトンのコラボに続いて、うん、続編があるんじゃないかっていう話があったんですけど、うん、ちょっと急に話が一転しまして、はあ、ちょっとこのリーク見てもらいたいんですけど、うん、ルイ・ヴィトンとナイキエアフォースワンローのコラボで新作が5型出るっていう話が決まってたらしいんですけど、うん、急遽ルイ・ヴィトン側からこれやっぱりやめようということでキャンセルになったっていう情報で言えるんですよね。あ、そうなんすか、はい、でその理由っていうのは書いてあったんですけど、うん、ルイ・ヴィトン側のこのメンズウェアの路線のシフトチェンジによるものじゃないかっていうふうに書いてたんですよね。ほうほうほう、はい、というのもちょっとねこれ見てもらいたいんですけど、バージルがなくなって、でその後ファレルがこのルイ・ヴィトンのねディレクターにファレルがなったんですけど、うん、ファレルがなってからのこのルイ・ヴィトンの、まあ、スタイルの方ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、うん、今年の秋冬で言うとカントリーであったりとかアメリカのカウボーイスタイルなんですよね、うん、これ路線で言うと。なるほど、はい、でこれはトレンドになってまして、まあ、ビヨンセであったりとか、まあ、この間ねアルバム出した時に思いっきりビジュアルがねもうこのまあ、音楽の方もそうやったんですけど、まあ、カントリー路線になってまして、で今ルイ・ヴィトンの方が、まあ、こういったね、まあ、カントリーであったりとか、うん、カウボーイスタイルの方を路線でやってるん で次もし何かやるとしても、そのナイキとルイ・ヴィトンがエアフォースワンローをやった時のように、うん、なんかストリートウェアであったりとか、うん、スポーティーな路線をもう一回行くってことはなさそうな気がするんで、これあくまで僕の考え方ですよ、うん、なんでルイ・ヴィトン側が、まあ、ナイキの勢いないっていうのもあるかもしれないんですけど、うん、拒絶したんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、これあれなんですね、だからブーツがこの間コラボしてたんですかね。ああ、まあそれもあると思うんですけど、うん、そうなんですよ、はい、まあ、もしかしたらまた、ね、世の中の、まあ、トレンドが、まあ、そのストリートウェアであったりとか、うん、スポーティーな感じの路線になってきた時にあり得るかもしれないんですけど、うん、多分ルイ・ヴィトンが今回ナイキのそのエアフォースのね断ったのは、うん、まあ、そういった理由あるんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、トレンドの問題といいますか。なるほど、はい、まあひょっとしたらね今後またねあのナイキもねあの勢いを取り戻してきたりとかすると、はい、またルイ・ヴィトンとのコラボっていう話も出てくるかもしれないんですけど、さっきのチボー・デニスさんの方も今ルイ・ヴィトンの方にいるということで、はい、ひょっとしたらジョーダン1とのねコラボも将来的に出てくる可能性もねなきにしもあらずという感じかもしれないですね、はい、でちょっと付け加えたいんですけど、はい、ファレルってねアジダスと契約してるんですよね。あ、そうでしたね。そうなん、うん、何でもそういうのもあるんかなってちょっと思ったんですけど。なるほどね。そうなんですよ、はいはいはい、まあ、ニゴさんがね
最近、まあ、ナイキのね、うん、コラボしてナイキの、ね、方と契約してるんですけど、うん、あのアジダスと確かファレルっていうのはずっとやってきているんで、うん、まあ、そういうのもちょっとあるのかなと思ったって話なんですけど、そうですね、はい、あ、今後もあのハイブランドと、スニーカーブランドとのコラボっていうのがまた出てきましたね、はい、こちらいろいろ紹介できたらなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。カイネスでした。さよなら。I'm sorry but it's evident you're on your phone 24/7, no reply when I ticked at 10 past 11, and I swear you only tell me what I wanna hear, the real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here, honestly right now I don't really see no love in here, but I saw something in you, something in us, but I can't see a future without the trust, so I'm reminiscing visions I had about